もっと非難されるものと覚悟していました。一杯おごります。よせやい、らしくない。私飲めないしさ。それに次のお宅はそううまくいかないと思うぞ。あ、はい、よろしくお願いします。バンバン叩くんじゃねえ、ぶっ飛ばすぞ。さい、もともと言えばあんたが弱っちいからとっ捕まってご迷惑かけたんでしょ。二人とも やめろよ。先生方が驚いてるだろう。うっせんじゃ、くそやじ。てめえは何やってんの。勝つ気でしょ。あんたも喋るならはきはき喋りなさいよ。何この闇深い家庭。あの、本当によろしいのでしょうか。ん、ああ、寮でしょ。むしろありがたいよ。勝樹は生地何でもできちゃうし、能力も恵まれちまってさ。よそ様からチヤホヤされてここまで来ちまった。薄っぺらいとこばっか褒められて。だから会見での言葉が嬉しかったんだよね。誰よりもトップヒーローを追い求め、もがいている。あれを見て、好きと捉えたのなら、ヴィランは浅はかであると私は考えております。ああ、この学校は勝樹を見てくれてるって。一時は不安でどうなるかと思ったけど、こうして五体満足で帰ってきてるわけだしさ。しばらく風当たりは強いかもしんないけど、私は信頼して任せるよな。うん、こんなどうしようもないやつだけど、みっちりしごいていいヒーローにしてやってください。